プレミアリーグプレミアリーグ2018から20192018年2019年のスポーツ2018年2019年のサッカープレミアリーグ2018から 2019, 2019, の 2019, のから2019この項目では2018から2019年シーズンのプレミアリーグについて述べるプレミアリーグ2018から2019は第1シーズンが行われて以来27回目のプレミアリーグである マンチェスターシティが2シーズン連続4回目のプレミアリーグ優勝を達成した。プレミアリーグに昇格チャンピオンシップに降格2018から2019年シーズンのプレミアリーグのクラブ数は前年同様の20。ウルバーハンプトンワンダラーズ、カーディフシティ、フラムがプレミアリーグに昇格。フットボールリーグ。 チャンピオンシップボーンマスリバプールエバートンマンチェスター C マンチェスターユーバーンリーサウスハンプトンブライトンニューカッスルハダースフィールドカーディフアトフォードウルバーハンプトンレスターロンドンロンドンのクラブアーセナルチェルシークリスタルパレースフラムトッテナムウエストハムプレミアリーグ2018から2019のクラブ所在地 アーセナルチェルシークリスタルパレスフラムトッテナムウエストハムプレミアリーグ2018から2019のクラブ所在地2018年8月10日に開幕し2019年5月12日閉幕の全38節380試合で行われた最終更新は2019年5月18日の試合終了時出展プルミエリーグ順位の決定基準 一勝ち点2。得失点差三得点数。一 f a カップの優勝チームであるマンチェスターシティが、リーグ戦の結果によりすでに CL グループステージの出場権を獲得しているため、リーグ戦6位のチームに L グループステージの出場権が与えられる。二カラバオカップの優勝チームであるマンチェスターシティが、リーグ戦の結果によりすでに CL グループステージの出場権を獲得しているため、 リーグ戦7位のチームに L 予選2回戦の出場権が与えられる。1から19節20から38節最終更新2019年5月12日出展。プルミエリーグ最終更新は2019年5月12日の試合終了時出展。プルミエリーグ1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。 最終更新、2019年5月12日出展、worldfotball.netsoccrstats.com、e、中期。全シーズンはチャンピオンシップ。ありがとうございます。